はい、どうも、トラキチの無課金ハオロードオリックス純正編です。今日でログインが、667日目ですね。はい、現在2021年10月5日の15時6分なんですけども、今回はですね、ちょっと契約書の方を、ね、開封していきたいなと思います。A ランク自チーム契約書2枚とゴールド契約書5枚と、あと A ランクのランダムですね、 A ランク契約書2枚、この合計9枚の、契約書開封してね、オリックス純正強化できればなと思ってます。はい、その前にですね、まずプロスピトレジャーですね。はい、丸1日だったんですけども、あと1日と23時間ということで、現在までの進行状況なんですけども、ここですね。はい、現在も5週目入ってますね。はい、4週終わりまして5週目入りまして、入ったとこですね、5週目ね。まあ、ここまで使ったエナジーが15エナジー使いました。はい、まあ、そんな走るというわけでもないんですけどね、試練ちょこちょこ回ったりしてるぐらいなんですけども、まあ一応累計でね、エナジーが30エナジーですか、10とこの20ですね、まあ、これぐらいは使おうかなと思ってます。なんとなくね、漠然とですけども、まあ、それぐらい使って、まあそうですね、まあ、一応6週以降でS ランク契約書一応ありますんでね、まあ多分出ることはないと思いますけども、まあそれぐらいはちょっとやろうかなと思ってます。まあ特訓コーチとか、まあ、ゴールド契約書とかもねもらえますんで、まだ5週目入ったばっかりなんですけどね。はい、まああと15エナジーぐらい使って、まず合計30エナジーぐらいでやろうかなと思ってます。現在4週終わりですね。はい、5週目入ったとこです。ここまで使ったエナジーが15エナジーということですね。はい、そういう感じです。それと今日からですね、エントリー、プロスピ交流戦のね、エントリー受付始まりましたね。はい、事前エントリー期間が2021年10月5日の15時から10月7日の12時59分までなんですね。一応開催期間が10月7日から開催ありますんでね、まあ、きっちりこの報酬の方でね、これですね、ここで S ランク契約書ありますんで、まあ、とりあえずね、やればもらえるイベントですんでね、もう参加してきっちりやれば、28プレイやればね、S ランク契約書もらえますんでね、きっちりやっていきたいなと思ってます。あと、まあリーグ順位報酬、まあな、どこに入るか分かんないですけども、まあ、例えば B とかでも、まあ、100エナジー1位で100エナジー、まあ、6位でもね50エナジーもらえますんでね、まあきっちりやってエナジーも契約書ももらっていきたいなと思ってます。はい、10月7日からですね、木曜日15時から、プロスピ交流戦ありますね。はい、はい、それでは、契約書の方を、ね、開封します。まずは A ランクのランダムの契約書にはいきますね。これですね。はい、まあ、このアカウントオリックス純正だけでやってますんでね、ぜひオリックスの A ランク選手来てほしいなと思ってます。いきます、お願いします。オリックス来い。さあ、こういう A ランクのランダムの契約書でね、ちょっとオリックス来てくれると、オリックスの選手来てくれるとね、非常に助かるんですけども、どうでしょうか。オリックス来い。坂本選手、いやー、えらい有能来ましたね。はい、オリックスの選手お願いします。茂木選手、楽天ですね。はい、どちらもオリックスではありませんでしたね。まあ残念です。はい、それでは A ランク自チーム契約書2枚開封しますんで、一応欲しい選手ざっと確認だけしておきます。はい、シリーズ2ですと、まあ、杉本選手が一番欲しいですね。S ランク持ってまして A ランク現在3枚なんで、シリーズ2だったら杉本選手が一番欲しいです。シリーズ1ですと、山崎選手で、比嘉選手で、杉本選手、佐野選手、この辺りが、まあ、S ランク持ってて、まあ、極めじゃない選手なんで、この辺り来てほしいかなと思います。まあ、山本選手、吉田選手が、まあ、称号用ももうあるんでね、これ以外でできれば来てほしいかなという感じですね。はい、それでは、こっちかな、ちゃおう、プレゼントですね。はい、A ランク自チーム契約書2枚いきます。1枚したかな、2枚ですね。はい、そうですね、杉本選手できれば来てほしいです。いきます、 A ランク自チーム契約書2枚お願いします。杉本選手来い。さあ、あとまあ山崎選手とか、佐野選手とかね、比嘉選手とか、そのあたり来てほしい。さあ、誰、山岡選手。はい、山岡選手、これでまあ称号用ですね。はい、一応 S ランク2021シリーズ1、極み、まだ超5ですけども、まあ、極みになりまして、で、一応称号用ですね。はい、杉本選手お願いします。
若月選手はこれで A ランク3枚ですね。はい、3枚目です。S ランクは持ってません。はい。まあまあ、でもいいですね。はい。まあまあ、いいかなと思いますね。山岡選手も称号をつけたかったんで、いいかなと思います。はい。それでは最後に、ゴールド契約書5枚開封して終わりたいなと思います。3、4、5枚ですね。はい。まあ、このアカウントオリックス純正だけでやってますんでね、ぜひオリックスの A ランク選手とか S ランク選手来てくれると非常に嬉しいです。いきます。お願いします。S ランク来い。ん、渋い、うわ渋いな、ないか、あーないな、まあまあ、おー燃えてる、割れる。さあ A ランクは来ます。はい、 A ランクは来ます。はい、オリックスの選手お願いします。オリックス来い。どこや、追加。おー最後、A ランク来ます。オリックスの選手お願いします。マーティン選手、シリーズ2ですね。はい、ロッテマーティン選手来ましたね。はい、オリックスではありませんでしたけどね。はい、一応 A ランク来ましたので、まあ良かったかなと思います。はい、はい、今回こんな感じですね。まあ、A ランク自身も契約書ね、結構まあ山岡選手も称号用なんで良かったかなと思いますし、若月選手もまだ A ランク3枚目だったんでね、良かったかなと思います。はい、まあ、ポルスピトレジャーあと丸2日残ってますけどね、ちょっとまあ、あともうちょっとエナジー使って、まあ、多少オーバーランするぐらいの、まあ、走るっていう程度で走るわけではないですけどね、まあ、30エナジーぐらい使ってやろうかなと思ってます。はい、はい、今回こんな感じです。また動画あげますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラ吉の無課金ハオロードオリックス純正編でした。